ここまでお弁当食べたらちょうどかも。すごい。初めてなんですよ。あ、そうなんですか。よかったです。奈良県。長谷寺ってやつですね。ほんまや。よかった。あのね、紅葉もすごい綺麗。やっぱり紅葉も。ここから見たことはないですけど。よかった、いろいろ道迷いながら来たんですよ。いや、私も今日初めてここ知ったんですよ。そこはこっちのここ。私もう一回満開の時に来てるんでね。主人来てなかったから、主人はここでぼーっとしてて、あら、あの白い帽子かぶってるんですか。あたご山行こうよっていうのもあって言いながら、あ、なんか来そうな予感。穴場だね。穴場ですね、これね。これは綺麗わ。あ、あのね、今そこで、あの、長谷寺の広報担当の和尚さんにおってんやんか。ほんでね、20分ぐらいやって、こっから愛宕山。すごい、やっぱり、絶景や言ってたわ。行ってみんね。どうか。はい、今度はここで待ってます。すごいね。ボタンもね、はいはい、ボタンも絶対頑張って早朝来はった方がいいですね。ボタンが咲くとき、はい、ボタンもうすぐ咲くんですけど、お勉強終わりぐらいかもわからないですけどね。でも早朝に来てね、あのへなってなってないときに他絶対来る。もう午後からはね、疲れてるんですよ、ボタンが。ああ、そう、これも暑い、いい天気やったらもう、へえ。今から上がりはって、上とか見て、こう向こうから見たら、魅力を見ても綺麗ですよね。夏明けしたら、あ、来た、来た、来た。吉野山もずっといいですね。吉野山ね、去年行ったのね。あの村上春樹さんの別荘の横の人がお友達がおって、そこで夕べ、ライトアップしてもらって、だけどでも吉野山よりここの方がマッチしてますね、寺と桜、ね、すごいね、いいね。そうやな、ほんまこう、ほんま綺麗わ。教えてくれた、ほんまに。いや、そこまで来てはんのに知らんと帰りはったら絶対もったいない。本当に今来たとこなんですよ。で車を置いて、ほんでこっちにちょっと来てみてと思ってた。そう、あそこのな、橋のところでちょっともたついてたから声かけてくれて。いや、俺知ってはる人だからとか思うよ。全然知らないで。ハーファー息切れてたね、あの人もね。でもやっぱりこう上から見下ろす感じやもんね。あれが本堂なんですか。じゃあの本堂を上から見るんですか。あ、そうだ、全部上に上がるんですよね、あたこ山ね。だってあの多分あそこの上に桜がいっぱいあるとこがあったんですよ。そういうことか。あ、これあるよ、杭がある、こっちからも道がある。行けって言ってたな。うん、こっちから行ったのよ。あ、そうやったな。この石段も一つ一つが高いね。こういう石段をつけるぐらいやからな。その神
神社、あ、お寺か、行くルートっていうのもな、うん、昔からあったんやな。言うてたな。お、なんか気をつけてよ。うん、もうそんなとこ掘り込みてだね。この辺からも撮ってたね、あの人ね。そうそう、こら、そうそう、思い出した。思い出した。思い出してくれた。あ、と思って思ってたのね。そうそう、帰り。白いのが見える、あれがきっと小虫やろね。それともあれも桜かな、うん。